5歳の子供を児童相談所に連れて行かれたと。ということは親のいじめ、また彼女が精神的な落ち込み、つまりうつ病、それから統合失調症という病気だということで、離婚をしている人なんですが、離婚調停訴訟の中で相当うつ状態になったと。といったことから かなり子どもを、まあ、いじめだとされた通報があって、児童相談所の方が彼女は親権者であるが無理やりにというか法律に基づいて、母親と子どもを離しましたと。それに対して彼女と親しい友人が子どもを取り返したいんだと、彼女は病気だと言うけど治療中だし落ち着いている時もあるからどうやったらいいだろうかと、これは弁護士に頼まなければいけないのか、弁護士に頼んだらすぐ取り返せるだろうかと、あるいは児童相談所に何度も電話をかけたけども通じないと、あるいは電話を受け取ってくれないと。で、私は親しい友人として彼女とはもう20年来の友人であるから彼女のことをよく知っているし、何とかしてあげたいというところから連絡をしたけれども、全然役所は気で鼻を振ったような返事しかしないし、相手にしてくれないと、けしからんじゃないかと。どうやったら子供を取り返せるか、それから交渉するにはどうしたらいいか、弁護士はどうやって探したらいいかと、まあ、簡単に言えばこのようなことでした。さて、そこでお話をしますと、児童相談所に母親が子供を虐待しているという通報、もしくは認定をされたから子供を母親から一応引き離したんだと思うんですね。で、親権はあっても一時停止というかそういう状態にしたので、それが不服があれば家庭裁判所の方に行って申し立てをしなければならないと思うんです。そういったことを考えればですね、彼女の友人が友達のことを考えて一生懸命やってるのは分かるけど、たとえどんなに親しくて善意の第三者であってもそれは無理だと思います。で、児童相談所の方はどこの誰とも分からない人から電話があったからといって分かりました、じゃあお返ししましょうとは言いません。それから弁護士を頼んだらすぐ取り返せるか、これもそう簡単にはいきません。弁護士を代理人にするということは、弁護士ならば子どものことについて児童福祉ということ、あるいは法律的にどういう事情で母親から隔離させたのかと、児童相談所ではその5つの子どもはどういう生活をしているのかと、親が心配するのは当たり前の話ですから、病気との関連で彼女にはその看護なり養育をするだけの能力なり環境にあるのかということも調べるわけですが、弁護士がまず依頼者の意向を十分聞いて、その依頼者というのは今の場合母親ですが、それを十分把握した上で児童相談所に交渉あるいは話し合いすることができます。だからといって法的手続きを取らないで弁護士がついたからすぐ子供を返すか、これは非常に難しいですね。母親の親権を一時停止したのかどうか、その辺のところもありません。これから良い弁護士を探すということを探したいということですが、まず弁護士会に相談をする、あるいは法テラスというのもいうところもあります。それで、弁護士探しをまずすることが必要です。で、法律相談をするのは30分単位もしくは1時間単位で、30分ならば5,250円か、それから1時間なら1万500円と。で、そういう相談もできるし、あるいは弁護士会から紹介してもらうということもできます。いずれにせよ個人ではなかなか難しいと思うので、弁護士に相談する、あるいは手紙を児童相談所に書いて、そして子どもに面会させてくれと。じゃあ面会させないというのはどういう理由ですかということを一つ一つ、質問状の形と同時に母親の病状等についてかかっている医者の診断書などを添えて申し込んではいかがでしょうかというのが、私の基本的に電話でかかってきた人の相談でした。以上、そんなこともね、子どもの虐待いじめ、それから夫婦の間の問題のほかに相談の内容は非常に多岐にわたってますので、そういうことがあるということを一つお知らせします。男女間の問題また次に来てましたからやります。警察の問題もありました。次々に新しいまたビデオも DVD も制作に入りますが、今日はまず児童相談所に子どもを保護されたという母親の友人からの相談があったということを
今回のお知らせレポートにすることにいたしました。